到着です。今日なんですけども、フェンチェンワーカル 23SS、ファーストデリバリー届きましたのでご紹介しようかなと思います。今回結構、ちょっとボリューミーな感じできましたので、長くなるかもしれないんですけども、はい、まずこちら、セットアップっていう形の、ジャケットとカーゴパンツですね、友地のものになります。はい、ブラックの生地に、ちょっと蛍光グリーンのような、ステッチが特徴的な、セットアップの、形のものと、デニムのセットアップですね。はい、こんな感じです。結構このケミカルウォッシュっぽい感じですね。ケミカルウォッシュっぽい、デニムのセットアップでございます。ジャケットはね、ここ、途中でボタンでデタッチャブルできるっていう感じです。でデニムパンツに関しましては、こちらの生地と、はい、2色ありますね。ちょっとこう、インディゴ寄りのブルーっぽいのと、ブラックデニムの、ケミカルウォッシュって感じ。これ、はい、ここですね。これ全部ボタンで取れるようになってますので、まあ一番下とか、まあ、ないし2番目くらい、これを外すことによってちょっと、まあ裾にポイントをつけられるような、はい、そんなようなディテールになっておりますね。はい、これデニム、そしてデニムパンツもう一方、はい、これもケミカルウォッシュっぽい感じのですけども、ちょっと太めですね。太めワイドめな感じでダブルウエスト、はい、ウエストがダブルになっておりますね。はい、そして、ジャケットですね。これまあフェンチェンワンっぽい感じの、結構切り替えが激しい3種類くらいのね生地を使ったジャケットでございますね。はい、右身頃が、はい、トレンチのディテールっていう感じでございます。そしてパンツ、はい、ちょっとトレンチのね、玉虫っぽい生地の、うん、シャンブレーの生地をもと、まあ、ちょっとリップストップっぽい感じの生地を使われた、ちょっとクレイジーパターンっぽいね。このポケットのところとか見てくださいね。こんな感じでずれてます、ね、結構これまた複雑な構造。はい、こんなところに社会の窓がチャックがついてたりしますからね。はい、複雑な構造のパンツ。はい、そしてジップパーカー、ジップパーカーですね。これも3種類くらいの生地ですね。ストライプの生地と、まあ、スウェットの生地が切り替え入っているような感じです。で、半袖の T シャツです。これは過去に出たかな、このデザイン自体は。デザイン自体は出てるんですけど、今回これにちょっとこうクラッシュ加工というかダメージ加工、ところどころちょっとこうダメージというか切れ込みというかね、うん、が入ってるような、仕様になってますね。はい、これは白と黒。そして最後、定番ダブルカラーの T シャツ。まあ、フェンチェンワンといえばというようなね、シグネチャーのモデルでございますけども、数シーズンずっと出てる、リリースされてるキャリーオーバーの品番ですね。はい、逆さに T シャツがもう一個ついてるようなデザインになっておりますね。ペラペラペラ、今回はこれペラペラとめくれるタイプでございますね。はい、ということでちょっとね駆け足でいきますね。駆け足で、セットアップからいきます。こちらの上下ですね、セットアップできてみました。こんな感じです。はい、ジャケットからいきます。こちらのジャケットがですね、サイズ S でお値段8万3000円でございます。まあ、サイジング、身幅が結構大きめの割に着丈がちょい短い、ちょっとボックスっぽい感じのシルエットでございますかね。はい、ただまあ袖も結構大きめなので、着用した感じ、着用感に関しては結構オーバーだ、ゆったりめだなっていう印象でございます。はい、前閉めるとこういう感じです。はい、で、先ほど言いました、まあ、黒の生地にね、結構鮮やかなネオンイエローというかライムっぽい、ステッチが入っていて、ちょっとネオンっぽいですね。ネオンっぽい感じが漂います。はい、まあ、こちら のジャケットに関しては、まあ、フェンチェンワンの、まあ、テクニック、なんか異素材がとか、こう変態的な要素っていうのは割と削ぎ落とされてますね。はい、生地も、はい、これしか1種類しか使われてないですね。で中にね、実はボタンが入って仕込まれている感じですね。はい、こんな感じです。
で、まあ、ちょっと中央からずれるような感じでジップが入ってるっていうような印象ですね。印象という感じです。でポケットも、はい、左右対称な感じで配置されておりまして、こういう感じですね。ちょっと形が面白いですね。このフラップが2つに分かれてるみたいな、ちょっと面白い感じの形のポケットで、もここからもアクセスできるっていう感じですね。結構収納力ありますね。収納力がある感じです。なんかこういうとこにこういう留め具がついてたりして、まあここになんかちょっとかけたりとか、なんかそういうイメージなんですかね。かあるいはまあデザイン的な記号的なところなのかもしれないですけど、はい、こんな感じです。まあ結構入るね。ちょっとバッグがサコッシュ2つついてるくらいの感じがあります。で生地なんですけどもね、ポリです。ポリのねちょっともちっとして張りがあるような生地です。でねこれセットアップでいけるんですけど、ちょっと生地感違いますね。うん、両方ポリ100なんですけど、パンツの方がちょっととろみがある感じです。こっちのトップスの方が、ジャケットの方が張りがある、ちょっと張りがあるもちっとした感じの生地です。はい、全然セットアップでいけるんですけど、若干パンツの方が薄手の生地ですかね。はい、こんな感じです。ちょっとオフィサージャケットチックな感じですかね。はい、そしてパンツですね。カーゴパンツ、これもサイズ、Sで、お値段5万8000円ですね。こんな感じ。結構太め、シルエット自体は太めですね。太め。そしてサイドにね、このジャケットについてる、このジャケットの胸ポケットと同じような感じのポケットがこうついてますね。サイドに2発ついてます。2発、うん、太もものあたりとその下ふくらはぎのあたりについてますね。サイドに2つずつポケットがついてるような感じでございます。でウエストは、はい、紐も入っていて、ゴムですね。まずゴムが入ってて紐も入ってるんで、まあ割と、調節などはしやすいような感じの、うん、パンツになっております。かっこいいよねこのちょっとボリューミーな、これ上下のセットアップちょっと着てほしいっすね。だいぶかっこいいっす。なんかちょっとフューチャリスティック的な要素がありますよね。これがなんかやっぱこのスティッチの色が効いてる感じがします。うん、なんかこのスティッチの色次第ではもうちょっとワークっぽい感じにもなりそうなんですけど、このネオングリーンが、効いててちょっとフューチャリスティックな印象がありますね。でパンツに関してはさっきも言ったんですけど、結構ねとろみがあって、生地の動きが出ますね。ちょっとドレープ感というか、出る感じでございます。まあ両方あのポリの素材なんで非常に軽い、めっちゃ軽いです。軽いんで着心地が非常に軽くていいです。さらっと着れる感じです。カーゴかっこいいよね。これかっこよくない？この上下、まあもちろん単体でもいいんですけど、これセットアップかっこいいね。おすすめです。じゃあ次ちょっとデニム着ます。デニムの上下一応セットアップ、着てみました。こんな感じですね。はい、最初にいきます。こちらジャケットからいきますか。ジャケットがサイズ S でお値段6万7000円ですね。はい、こんな感じです。これもまあリラックス感ある感じですかね。全体的にまあちょっとね肩とかは少しジャストめな感じにはなるんですけど、まあ身幅もゆとりあるし、着丈もちょい長めかな。デニムジャケットにしては少し長めな、印象です。袖もちょい長めっていう感じの仕様になっております。はい、で、これパンツとちょっとデザインはねリンクしているんですけども、はい、袖がねこういう感じでボタンでこう開け閉めができますので、まあこれ全部ここまで開けられますので、まあお好みでねどの程度開けるか、はい、その辺は遊んじゃってくださいっていう感じでございます。全部開けて着るっていうのもありかなというふうに思いますね。はい、こんな感じで、さらになんですけどね、ここも取れるんですよね。ここも取れちゃう。なのでまあこれもまあ、どこまで止めてどこまで外すかっていうのは完全お好みです。なんか途中までこういう感じでちょっと脱構築的な感じで着てもいいでしょうし、全部外して超ショート丈のデニムジャケットで着るみたいな
まあそういうような着方もできますので、まあその辺も完全お好みです。まあ全部留めてね、まあデニムジャケットとして着るというのもありですということでね。まあ皆さん次第でね、遊んでいただければなと。ボタンで遊べる系の感じでございます。で、はい、胸ポケットあって、まあここにもポケット一発あって、でここにもポケットありますね。割とポケットが多い。ポケットが結構多めです、はい、で生地はね、はい、デニムの生地ですね。厚さもでもちょい厚手なのかな、若干少し厚手 でまあケミカルウォッシュが入っておりますので、まあ割とこう柔らかい感じですね。結構柔らかめの生地、デニムなんですけど柔らかい生地感でございます。はい、そしてデニムパンツもこの、はい、同じ生地で同じ加工、こんな感じですね。はい、最初に言っておきます。こちらもサイズ S でお値段が4万9000円ですね。こんな感じです。はい、こっから、はい、ボタン、あ、ここはね、あれか、どこだ、あ、ここですね。これ一応ボタン、このポケットの位置から入ってるんですけど、上から 1,2,3、3つ目ですね。上から3つ目までは開くんですけど開かないようになってますね、はい、なんで上から3つ目まではボタン外すことはできますけども、こういう感じで閉じてる仕様になってます。その下から開けられますね、こういう感じ、はい、なのでまあイメージとすれば膝下ぐらいからのボタンは全てこう外れるみたいな感じです。だから全部外したとしても膝下が全部バカッて開くみたいな感じでございます。一応3個まで1個くらい開けますか、はい、今右足1つくらいボタン開けました、はい、こんな感じで、まあスリットが入るような感じでございますね、はい、まあお好みで右が外しました、左外してないです、はい、ボタン外さずとも、これまあデフォルトでちょっと先が割れているので、まあ最初からスリットっぽくはなってるんですけど、でシルエットで言えば、まあ、ストレートなんかな、うん、細すぎず太すぎずっていう感じですね。スリムまでいかないんかな、シルエットで言うとちょっとレギュラー寄りのストレートなシルエットでございますね。これでまっすぐストーンと落ちるような感じでございます。でウエストにも実はね、はい、こういうようなベルト、簡易的なベルトついてるので、一応ウエストの調整、ボタン1個分ですけどね、左右でついてます。そんな感じです。じゃあ次、デニムのパンツ履きます。デニム履いてみました。ついでにちょっとパーカーも羽織りましたけど、まずデニムからいきますか。はい、こんな感じでございます。で、こちらも最初にいってきます。サイズが S サイズで、お値段が4万4000円ですね、はい、これはワイドですね。結構ボリューミーな感じでございます。ウエストにタックが入って、でそのままこうズドーンと裾にかけて、割と太めなまま裾に向かっていくっていう感じ、うん、ちょっとバギーくらい太いかもしれないですね。結構太め、結構太いです。この太さが良くないですか。太さ、この太さ好きですね、僕ね。結構これくらい太めのが最近ちょっと気分なのかなと思います。股上も結構深めなんで、ウエスト周り結構ゆったりめな感じで、ちょっと腰とかで履いてもいいかもしれないですね。でウエストがダブルウエストですね。ダブルのウエストですね。二重になってるんで、まあちょっとフェイクレイヤード的な感じですかね。ちょっとウエスト部分デザイン入ってます。じゃあそして、パーカーいきますかね、パーカー、ジップアップパーカー、はい、こちらがサイズがなんだ、これサイズ M、 サイズが M で、5万7000円ですね、はい、あらららら、はい、こんな感じ。まあサイズゆったりっすね。ゆったりめです。依然としてなんかもう着た感じちょっとね、ライトアウター的な感じがします。はい、さっきも言ったんですけども、3種類の素材ですね。
まあ、ここのメインとなるのがこのパーカーのスウェット生地、そして、まあ、この両袖に使われているこのストライプの、まあ、グレーと黒の素材がそれぞれ使われておりまして、まあ、デザイン的には、うん、パターン的にはアシンメトリーですね。ただこの生地が違うんで、アシンメトリーにはなってるんですけど、こんな感じですね。まあシャツですかね、シャツ地っていう感じです。ちょっとシャカシャカっとするような感じの、うん、シャツっぽい生地、多分これポリとか入ってると思います。化学繊維入ってると思いますね。で、実は袖の途中までね、はい、カット掃除が入ってるんですね。結構ねこれパターン凝ってるなと思いましたね。この中央と中央を肩を通って袖の途中までカットソーの生地が入ってると。で、ポケットがですね左右に入ってます。こういう感じで中は繋がってないです、はい、まあ当たり前なんですけどジップパーカーで、裾がねちょっとこう段差入ってますね。段差入ってる感じ、後ろもそうです、ね、まあここのストライプの生地のところがちょっと丈長くなってるっていう感じです。まあ前開けるとこんな感じ。うん、ちょっとねライトアウターっぽいですね。羽織っぽい感じがあります。うん、着た感じもだからまあどっちかというとまあインナーでも使えますけど、割とちょっとこう羽織ってさらっと羽織れるような感じの使い方もできるのかなっていう感じでございますね。若干ちょっとスポーティーっぽいかもね。スポーティーっぽい感じかもしれないです。だから作りとかデザインはちょっとスポーティーっぽいんですけど、それをちょっとこの色トーンを抑えたりとか使ってる生地でまた違った印象に見せてるっていうような感じですかね。じゃあ次また来ます。はい、ジャケットとパンツですね、着てみました。まずジャケットからいきますかね。こちらサイズが S サイズで、お値段が7万5000円ですね。はい、ゆったりですね。依然としてまあ身幅がちょっと、うん、広めですね。でボックスシルエットみたいな感じですね。シルエット的にまあゆったりです。でこれ結構複雑な作りなんですよね。まあ、ちょっとワークジャケットとこのトレンチがドッキングみたいな感じですかね、はい、右の袖、はい、この辺がトレンチのディテールですね、はい、このガンフラップから袖のこのベルト、はい、ここからエポレットかなみたいな。で、まあ、この左こっち側はちょっとワークジャケットっぽいテイストっていう感じでございます、はい、でこのグリーンのカーキのところもねちょっと面白いこの作りになってまして、こういう風に切り替えになってでこっちに伸びていくね、ここにポケットがあるっていう感じで、うん、複雑ですね。で、この襟も結構はいこんな感じで、こっちこれなんだ、ちょっとライダースとかの襟の感じですね。うん、ちょっとスタンドカラーっぽい感じの襟の付け方してて、こっちは普通にはい、まあ、いわゆるジャケットの襟、シャツの襟みたいな感じで、ここら辺もちょっとね、うん、アシンメトリーな感じなんですよね。だから なんだろうな、このベージュのところがもしかするとちょっとこうこのスタンドカラーっぽい感じのなんで、バイカーっぽい感じなんですかね。でこのカーキのところがもしかしたらワークジャケットで、黒のところがトレンチみたいな、なんかそういう感じでちょっと色だったり生地で要素が変わってくるみたいな、そんな感じですかね。結構いろんな要素がはい一着に入り込んでるっていう感じです。まあフェンチェンワンっぽいですけどね、この左右から見た時の印象の違いね、はい、非常にフェンチェンワンっぽい感じはします。で裏地がついていて、生地もまあ一応3種類ぐらいあるはあるんですけど、これでも全部生地一緒かな、色違いの生地なだけで、はい、
綿ですかね、これね。綿ですね。あ、綿ですね。コットンアクリル。コットンとアクリルです。コットンとアクリルでした。結構珍しいな、コットンとアクリルって。でもね、タッチはね、コットンです。うん。コットンのちょっとこう、シャリッとしたような感じの、生地感ですね。生地のね、厚さ的には、でもそこまで厚手でもないんですよね。なので、なんか割と着心地は軽いです。軽い。うん。ライトアウターくらいの感じですね。うん。デニムのジャケットとかよりも全然着心地軽いです。もっとさらっと。着れるけどシャツジャケットとかまでいかないかなっていう感じですかね、はい、じゃあ次、パンツですね、こちらです。最初でいきます。こちらサイズ、S で 44,000 です。ここのベージュ、濃い色のベージュ、濃いめのベージュの生地とこのジャケットのここのベージュの色はこれ同じ生地ですね、はい、同じ生地だ、友字なので、まあ一応セットアップちゃセットアップみたいな感じです。一応ね、一応同じ生地が、使われてはいるのでセットアップとして着れなくもないかなっていう感じです。でシルエットに関してはこれもストレートかな、ストレート、細すぎず太すぎずっていう感じでございます、はい、ただねこの腰回りがちょっとコンパクトかな、股上が少しこう短めな感じでございます。でこのウエストの辺がめちゃくちゃ複雑なんですよね、ポケットとかこれどうなっとんじゃみたいな、ね、ここに社会の窓ついてて、なんかねもうほんと複雑です。でところどころちょっとこうキリッパだったりとかして、いやこれよくな、構造が理解できないですね、複雑で、うん、ポケットの位置だからちょっとこうずなんかいろんなやつずらしてるような感じですかね。めちゃくちゃ複雑です。ただ使ってる生地が割とこれ2色でしかも同じようなトーンなんで、そこまでのごちゃごちゃ感が出ないっていう感じですかね。よくよく見るとめっちゃ凝ってるんですけど、パッと見はそこまでなんかガチャガチャ感が少ない感じです。はい。で生地シャンブレーのちょい薄手ですかね。なんでこれもちょっと軽めの、うん、着用感でございます。さらっと着れる感じですかね、はい、じゃ最後ちょっと T シャツを着てます。パネルドの T シャツ着てみました。こんな感じです。最初に着てみます。こちらサイズ M サイズでお値段 34,000 ですね。シルエットサイジングゆったりですね。これも結構ゆったり、全体的に、はい、肩もまあドロップするし身幅もある、そして丈も長めっていう感じで全体的にオーバーサイズな、サイジングでありまして、まあフェンチワンの半袖の T シャツとかカットソー系は、まあ、大体ね、これぐらいのボリューム感が毎度ありますので、まあそのサイジングかなと思います。はい。でこのネックの部分がね結構おもろいんですよね。リブが2個ありますね。なんでこっちのリブ、このボディの T シャツのリブがちょっと下にずれて、そのずれた分のところにちょこのストライプのシャツの生地が入り込んでると、ストライプのシャツの生地が入り込んでて、そこにまあさらにリブがついてるんで、リブがこう二重に走ってるっていうような感じですね、はい。で、このストライプの生地はねこの右の袖の方まで伸びてて、カットソーのちょっとこう段差が出てるって感じですね。若干こんな感じです。でこの、ボディの方には至る所にちょっとこう切れ込みがこういう感じでね、ダメージ加工みたいな施されてますね。このクラッシュっぽい加工は新しいですね。今までのフェンジンワンにはなかったようなアプローチでございますね、はい。で胸元に刺繍、こんな感じです。これが白の方ですね。これが黒です。黒は見てください、ストライプの生地が実は2種類使われてますね。デザインというかパターンは一緒なんですけど、生地がここの切り替えの生地が2種類使われてます。先ほどのパーカーの時に使われてたようなニュアンスですね、はい、白の方が単色なんですけどね、はい、ちょっとそこが注意点となっております。
で生地なんですけど、ソフトめですね。ちょっとつるっとしてるんですけどね、ちょっとつるっとしてて、多分これね結構タフさも兼ね揃えつつのちょっとつるっとした質感の、やつですね。これよく使うやつだと思います、フェンチェン1が、はい、結構継続でカットソー T シャツ系に、使われるようなつるっとして非常にこれ着心地いいです。このちょっとつるっとしてるのがねいいんです。で肉感もちょうどいい、程よいです、程よい感じ、うん、厚手ではないんだけども薄手でもないというか、もうしなやかな質感が非常にちょうどいいです。で最後ちょっとシグネチャーの T シャツ着ます。着きました、ダブルカラーの T シャツです。最初言ってきます、こちら M サイズでお値段2万3000円ですね。はい、サイジングとか、まあ、さっきの T シャツとまあほぼ同じような感じですかね。はい、オーバーめなシルエットです、うん、全体的にこんな感じ。まあ、なんといってもここですわな、ポイントは T シャツがねもう一個逆さまについてるみたいな、袖ももう一個ついちゃってるみたいなね、はい、袖だから3本あるんですね、袖がね、1、2と3本袖があるからね、こういう感じですちゃんとタグまでついてますからね、うん、ちょっと騙し絵的な、うん、変形の T シャツですね。まあ、これはもうここ数年ずっと出てるような定番の形ではございます、はい、でね生地がね多分今回ちょっと変わってる気がします。ちょっと厚手な感じしますね、今までよりも、うん、ちょっと厚でヘビーめな生地になってます。コットンなんですけど結構しっかりめな感じです。これはしっかりなんだけどね、なんだろう、 US ヘビーコットンみたいなちょっとザラッとしたドライ感みたいな、そういうのはないです。非常にこのタッチはこうつるっとしてますね、つるっとしてるんだけど結構しっかりした厚みがあります。これは多分ガシガシ着てもいける系の、うん、結構タフな T シャツ地って感じです。これめっちゃいいと思います、生地、うん、いいですね。さっきのこの T シャツ、これをさらにちょっと音数上げたような感じがしますかね。はい、ぜひいかがでしょう。なかなかオリジナリティある T シャツです、はい、ということで、概要欄にリンク貼っておきます。ぜひともチェックしていただきたいので、基本的に再入荷ございませんのでよろしくお願いします。そんな感じです。では